あさだだだ、佐藤健。ドゥドゥドゥンドゥンドゥン、さあやっていきましょう。朝時計てる魔女をやっていきましょう。確かここまずね、なんかこのね殺人鬼みたいなやつが来て、こいつがなんかねいろいろと頼もしいんだけど、こいつよりかは頼もしい、こいつの方が。でも怖い。まあ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 、今は何をするかというと、なんか調べろとか言ってたんですけど、とりあえずこの扉が気になる。え、ここで誓え、誓います。はあ、悪魔を召喚は、まさか。これはすごい、すごいなんか内容濃い気がするな。隠し部なんかん、あっ、墨、これなんか夢で見たよね。え、生きたまま炉人形と化して、そんな病気あんの？ああ、じゃあ俺剥がしたのダメだね、あれ。うん。いやー、これは、いや、もうやだ、痛くない、やだやだ。どんだけあんのこれ。ほうほうほう、うまくいい、そりゃね。いやー、娘思いの、お前らな、ちゃんと探してる？あ、わかんねえ。悪魔は名乗らなかった。なんか順番に読んでいかないとわかんないね。これあれだわ、よく漫画をなんか一巻から買わず中途半端に買うやつだわこれ。とりあえず君邪魔だわ。よ、3本見たからもういいや、飛ばそう。4が確かここだよな。さあ読もう。はあはあ。娘好きだな。でもさすがにね、娘がそんな老人形になってしまう病気になったらね、悪魔も神もね頼ってでも助けたいもんね。待って、5がないぞ。とうとう娘は私を食べたい。ああ、あの時か、最初ので。開けたの結局、気になるな、そこのとこ。腕開けたの結局。8、お前死んだの？お父さん死んだの？私は娘に呪いをかけさせた。ほう、私の血の流れるものよ。娘の元へ戻ってくるがいい。そして彼女に、食べられろって意味これ。え、違う？ん？わあ、ああ、はい、くすねてきました。あ、え、くすねた鍵って玄関の鍵じゃないの？は？何、言い訳にな、これは俺の想像なんだが、お前魔女に呼ばれたんじゃないのか？と言われてもね、大人になる前に。え、マジで？うわ、ちょっと目覚めてる、目が目が目覚めてる。あ、でも操作は効くのね。あの純粋なキラキラした、あのまるで何もかも見透かしそうな、このうるうるした目が一瞬にして真緑になってる一瞬。まだここ、あダメか。これ読み終わったらなんかあるかな。あ、来た。なんでしょうね、これは。ん？それ触らない方がいいぜ。え？なんでわかんの？うぎゃー！お、興味津々。ロッティ、俺この本もらって帰っていい？あー、まあどうぞどうぞ。はい、どうぞ。怖っ。暗号みたい。やっぱりバカだったこいつも。いや、俺もわかんない、ごめんなさい。いや、わかんないでしょ。いや、お前読めるの？すごっ。お、またまたまた光ってる光ってると思ったけど、まず一回セーブして、はい、ちょっと見ましょう、これ光ってるの。いや、暗号解くって言ったって俺わかんないって、こういうの。
出てとくの？ペナルティキャンセルキーが、いや違うでしょうね。きっとそうだ。これは多分アルファベット順だべ。多分のはず。こうかな。おい、来たー。私天才。お、エマって誰？エマ、あ、エマ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 だ。ずいぶんファンタスティックな展開だね。ちょっと何このアドベンチャー的な。ちょっとどうするって入ってみるでしょう。ああ、いや、ダメだ。それは多分いい子ではないといけないんだよ。多分ね、こいつが乗ったら多分行くよ。ほら、え、今なんか上からグミみたいなの。はあはあはあ、気絶してんの。はあ、脆いな。そっか、じゃあゆうちゃんが起きるまで俺らで探索なりやっとこうぜ。ちゃん、ゆいに慣れ慣れしいな。いやー、だってこいつコントでもないのに面白すぎでしょ。俺気に入ったわ。うーわ、ドン引きだ。とりあえず行こう。結局お前は何もしないんだな。ほら、これ何これ。いや、でも持ってった方が、ここ空いてないかな。来た。お、開いた。ゆい寝てる場合じゃないぞ。はい、ご見ろ。おお、ゆいを連れて歩くのは得策じゃないし、別れるならお前とゆいが一緒の方が安心できる。しょうがねえな、行ってこいよ。よし、ざっと見たらすぐ戻ってくる。あんま無理はすんなよ。セーブすればよかった。あ、ゆい様、この子はシャルロットさん、遠い親戚の子ですよ。ご挨拶しましょう。はじめまして、ゆいです。え、待って、え待って、この男の子みたいなのがユイでしょ、多分。で、この女の子みたいなのがシャルロットじゃね。あ、ロッティだって。シャルロッティです。いや、待って待って待って、性別が違うんだって。これは夢かな。小さい頃の僕の家に親戚の女の子が泊まりに来たんだ。シャルロットだって可愛い名前。やめろやめろ、そんな言うな、傷つくぞ。シャルロットちゃん、ピアノ上手でね。上手だね。これくらい練習したら誰でもできるよ。そういうこと言うなよ。え、これがシャルロットか。これがユイでしょ。変わった、うわー、性別が逆転してる。ユイ男の子だ。で、シャルロットはもう、男だよね、これ。一応。たく。もうやだ、こんな子。ねえ、お庭で遊ぼうよ。女の子は、お庭で遊んじゃダメだって。じゃあ、お散歩しよう。散歩ならいいでしょ。でも、怒られたら怖いし。歩きながら言うな、お前。僕、守ってあげるから。男だからね。女だろ、お前。男だから。うん、僕は男だから。女のシャルロットちゃん絶対守る。何があっても絶対守ってあげる。散歩行く。行きましょう。男だからだって、そう育てられたからそう思っていたのに。おや、ここは歩ける。待て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 、シャルロットちゃん。何このロボットみたいなキョッとキョッと歩き。あ、この白いの一番可愛い。そんな遠くから言わないでくんない。本当？それ僕が種まいたんだ。えー、えー、
何ですかそれ、可愛くねえな。見て見て、綺麗なお花だよ。うん、黄色いの可愛い。サルロットちゃん笑った。うわっ。ねえ、なんで子供は別荘に行っちゃダメなのかな。わかんねえの、子供が別荘行っちゃ。知らないの。サルロットちゃん知ってるの。魔女の儀式がある。私たちの一族はね、儀式をしなきゃいけないの。大人になったら全部教えてもらえるって言われた。いやー、これが将来あんなイケメンの彼外人になるとはな。こんなね、女みたいな喋り方してでね、でね、写真はペンダントに入れて、これでずっと一緒よって。それ持ってるの。捨てちゃった。あ、違う、ごめんなさい。はい、これいつまで続くの。お、すごい、告白した。可愛いし。ドストレートに言ってくるな。なんでこんなにも君のことを愛しているのに。え、まず、何何、ゆいの代わり、ゆいの代わりに魔女に食べられるんだ。え、どうした、僕のせい。あ、ドラクエだ。食べられる魔女に。そういえばあの頃からお母さん帰ってこなかった。お母さんがどうなったのか結局教えてもらえなかったんだ。おじいちゃんが何度も何度も僕にすまないと謝ってきたっけ。まあ許さなかったけどね。あ、野良犬ゾンビ犬にしか見えないんだけど。やっば、怖っ。来るんじゃね、来る。タロットちゃん、いや早いな。すごっ。ゆい、あんな怪我したことあるっけ。痛そう。でこれだよ。